しいですね。オーレ・モンテリオです。 J2 での2試合目、モンテリオ山形は昨日アウェーで松本山雅 FC と対戦しました。では先発メンバーから見てみましょう。前回千葉との戦いで無得点2失点で敗れたモンテリオ、フォーメーションは同じ 4-3-3。 奥野監督は得点に期待して秋葉を起用、攻撃の連携と積極的に仕掛ける守備を課題に戦いました。黙祷が捧げられます。大震災から1年の日のゲーム、キックオフ前に黙祷を捧げました。ご協力ありがとうございました。開幕戦では完敗したモンテリオ、 J2 に昇格したばかりの松本山雅に格の違いを見せたいところです。注目の立ち上がり、フォワード陣が攻勢をかけます。28分、石川のクロスに秋葉。モンテリオ一筋11年の男が監督の期待に応えます。こぼれたところ右足で押し込みました。そうですね。しかし38分、フリーキックから中途半端なクリア、個人技も加わって試合は振り出しに。折り返した後半27分でした。またも秋葉、東北への思いも込めたというロングシュートでした。ロングシュートはモンテリオ山形、秋葉今日2得点、素晴らしいシュートですね。リードを守り切ったモンテリオ、初勝利を挙げました。貴重な貴重な一勝ですね。スタジオには取材に当たっている直井記者です。よろしくお願いします。秋葉選手の起用もあって初白星、勝ち点3やりましたね。はい、公式戦での勝利は実に半年ぶり、はい、いわゆる負け癖を断ち切れたのは良かったと思います。この試合、冒頭お伝えしたように奥野監督は前回の試合から2つの修正点、1つは攻撃の連携、2つ目は積極的に仕掛ける守備、これを掲げていました。それぞれどうだったのか見ていきたいと思います。はい、中島小林のシュート、さらにもう1本いきます。こういうところですよね。この場面、小林からまず山崎ですね、はい、そして落として磐梯、はい、秋葉も詰めましたね。そうですね。そして、こちら中島が積極的に動き回り小林と連携して、最後はこれは磐梯ですね。いずれも得点にはつながれませんでしたが、はい、理想の形ができつつあることを伺わせました。はい、一方ですね、うん、攻撃では課題も見えました。はい、放ったシュートは実に18本、しかし多くがディフェンスに阻まれるか枠の外で精度に欠けました。はい、一方の守備です。積極的に仕掛けるという面ではどうだったでしょうか。はい、試合全体を見ると、はい、前線からプレスをかけようという意識が感じられました。まあ、ただ後半の立ち上がりは松本山雅に押されましたね。はい、相手は裏を狙ってきました。はい、モンテリオディフェンスは相手に翻弄されてマークの仕方に課題を残しました。また、こちらの場面、クロスが上がるまでは詰めていたんですけれども、最後にマークが甘くなりました。攻撃に軸足を置くフォーメーションならばこそ中盤の選手の機動性が求められることを示しました。まあ、まだ2試合ということなんですけども、課題も見えてきたということなんでしょうかね。はい、先が長いシーズンなんですけれども、はい、J2 の試合、去年のシーズンでは得失点差が少なくとも17点以上のチームが J1 への昇格を果たしています。その意味では、より多くの点を取って失点は最低限にする必要があります。はい、次の相手は大分です。今シーズン元日本代表の選手が3人になり連勝、すでに5得点している強豪です。はい、ホームでの開幕戦、さらに調整を図って勝利して勢いをつけてほしいと思います。はい、
オーレモンテリオ、ここまで直井記者とお伝えしました。